山梨県民情報プラザは山梨県甲府市丸のうちにかつて存在した多目的施設である。1998年まで営業していた甲府西部の土地を買収し、このうち地下1階から地上3階までを改修の上、翌1999年より使用している。このうち地下1階は山梨県民会館と共有する形で展覧会場として使用し、 地上3階部分は甲府市役所に貸し出し各種会議室として使用されている。建物自体は1973年春工と県庁舎施設としては新しい部類に入るがもともと商業施設として建築されたため事務所として使用するには制約があることやから地上4階から地上8階及び地下2階、地下3階は改修せず閉鎖されていた。隣接する 第二南北館などとともに新庁舎構想による防災新館の建設が決定したことから2009年度中に閉鎖となり建物は解体された。なお、情報プラザの機能は防災新館の1階にある山梨プラザが引き継いでいる。上記の内ジョブカフェと展示コーナーは山梨プラザに引き継がれた。パスポートセンターは国際交流センター1階、生活センターは 山梨県 JA 会館5階県民情報センターは県庁舎西別館に移動している。風林火山博会場外科2007年に放映された大河ドラマ風林火山に合わせ2007年1月20日から2008年1月20日まで海の国風林火山博と称し様々な展示品や催しが情報プラザの1階及び2階で行われた。期間中は 大河ドラマや武田氏の歴史などに関する展示やミニシアターが放映されたほか、レストランやカフェテリア、土産品店などが設置された。また季節に応じて、ミス抑異コンテストやハロウィン仮装コンテストなども開催されている。入場者数は486,235人と、動員目標である20万人の倍以上の動員を記録し、イベントは成功した。なお、 5月26日には、安倍晋三内閣総理大臣が訪れ、展示品を見たり、記念撮影するなどしている。ありがとうございます。